やり抜く子に共通する5つの行動習慣を解説します。はい、こんにちは。ライフコーチのミスターおかちです。やり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に解説しています。はい、ということで、これまでの動画では、やり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきました。それは、ライフスキルです。いわゆる非認知能力。で、もっと詳しく言えば、ちっちゃな行動習慣が違うんです。勉強するとき、誰かと話すとき、何かをやると決めたときなどなど、何かに取り組むときに、取り組むときの考え方であったり、行動の仕方が、ちょっとね、やり抜くこと投げ出すことで、ほんの少しですけど違うんです。でも、その小さな違いが、その子自身のやる気であったり、自信であったり、パフォーマンスに大きく影響してくる。今回は、やり抜く子に共通する5つの行動習慣を解説したいと思います。今回の動画を見ていただければ、お子さんのどのような力を、そしてどのような行動習慣を育めばいいのかがわかりますので、最後までご視聴ください。このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、そして子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるためのライフスキルにフォーカスした動画を配信しています。興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。あと SNS でも毎日配信してますので、概要欄から繋がってください。はい、ということで、この縦型の動画じゃないですか。縦型の動画はね、平日毎日撮っている動画で、台本をね、そこまで用意していないので、もうラジオ感覚で聞いていただけたら嬉しいです。横型のね、動画の時はね、きっちり台本作って、スライドとかね、なんやろね、字幕とかつけてるので、そちらはね、動画で見ていただいてもいいんですけど、この縦型の時はもうラジオで聞いてもらえたら、もうそっちの方が気が楽でいいですね。はい。ということで行きましょう。やり抜く子に共通する5つの行動習慣。まず1つ目、いつもご機嫌。2つ目、自分で決める。3つ目、夢中になる。4つ目、ミッションを持つ。5つ目、結果を気にしない。1つ目、いつもご機嫌。これ何度も言ってますよね。ご機嫌な子っていうのはね、いつも元気で、いつもご機嫌なんですよね。いつもパワーに満ち溢れていて、目が輝いていて、そして自然な笑顔ができるということなんですよ。だから、苦しいことがあったり、辛いことがあっても、それをね、心にゆとりがあるから、普通にスッとね、乗り越えることができたり、それを取り組むことができるんですね。で、投げ出す子っていうのは、いつも疲れていて、元気がなくて、目に力がない。で、あと、笑うことも少なかった。かったり発言することも少なかったりするんですね。だから本来なら楽しいことであっても、それがね、なんかもうめんどくさいからいいわってなってしまったり、楽しくないからやめとこうってなってしまって、なかなか行動できなかったりとか、すぐに諦めてしまうようになるんです。だからこのいつもご機嫌であるということはすごい大事かもしれないですね。2つ目、自分で決める。これ神戸大学の研究にもあったんですけど、幸せな人の共通点の一つに自分で決めているということがあったそうです。これを自己決定感とも呼ぶんですけど、幸せな人っていうのは自分で選んで自分で決めているんです。たとえそれが上司から指示されたことであったり、誰かにやれって言われたようなことであったとしても、それをやるかどうかをちゃんと自分で考えて自分で決めている。そして納得した上でそれに取り組んでいるということ。この自分で決めるということすっごい大事なんです。で、自分で決めるからこそ、それに対する責任が自分に返って、自分がその責任を持たないといけないわけじゃないですか。だから、それをやろうっていうふうな主体性が生み出されてきたり、そこに向かって行動しようっていう気持ちが湧いてきたりするんですよ。で、そこで失敗したりうまくいかなかった時に、これは自分の責任だってことで、どうやったらその失敗が起こらないようになるんだろうとかね、どうやったらこんなトラブルがもう解決できるんだろうって考えるようになるじゃないですか。自分ごととして考えるようになるんですよ。それがね、お母さんが決めたことであったり、先生が決めたことやったら、それ僕決めたことちゃうしとかね、それは別に最初からやりたかったわけじゃなかったから、お母さんにやれって言われたからっていう風になって、言い訳してしまって、人のせいにしてしまって、環境のせいにしてしまって、自分ごとにならないんですよ。自分ごとにならないから自分の頭で考えないんですね。考えないから成長しないんですよね。だから自分で決めさせる、自分で子供たちに選ばせるということがすごい大切かもしれないですね。はい、3つ目、夢中になる。はい、そうなんですよ。やり抜く子は夢中なんですよ。努力ではない、夢中なんですよね。
まあ、滑り台があるから滑り台滑るみたいな、ブランコがあるからブランコに乗るってあの感覚ですよ。なんか滑り台滑る前にね、目標を作って今日は絶対滑り台滑るんだ、そんな気持ちで滑り台滑らないじゃないですか。楽しそうやからやってみるって、そんな感覚でしょ。だからストレスがないんですよね。苦痛がないんですよ。だから努力型のタイプの人は、今日も絶対やるぞってやる気スイッチにオンにして、自分を奮い立たせて努力するっていう感じでやるんですよね。でもちろんそれはね、それで悪いとは言えないんですけども、それでやってたらね、やっぱ力が尽きてくるんですよね。夢中タイプの人はどれだけやっても疲れないんですよ。あ、もうこんな時間かって朝からやりだして、もう夕方になってたりね、あっという間に時間が過ぎるから、やってることが苦痛じゃないし、最高の集中力の中でそれを取り組める。だから上達スピードも速いんですね。でストレスもないから自然にできるんですよ。疲れないんですよね。はい。で、こうストレスっていうのがすごい大敵で、不安とか心配、恐れ、そしてストレスがあると、今やるべきことに集中できないんですよ。で、今やるべきことに集中できなかったら、自分の実力を出せないんですよ。実力を出せなかったら結果が出にくいわけじゃないですか。ね。結果っていうのはコントロールできへん。でも、今の自分がこの瞬間に最高のパフォーマンスができるっていうのは、自分でコントロールできることなんですね。結果はコントロールできないけど、自分のパフォーマンスはコントロールできる。だから、そのように、何の話だっけ、そうそう、努力タイプじゃなくて夢中になるってことが大事ですよねってことですね。はい。で、四つ目はミッションを持つ。そうなんですよ。やり抜く子はミッションを持ってます。ミッションとは何か。それは、どうしても解決したい問題です。簡単に言えばね。もっとよく詳しく言えば、どうしても解決したい社会の課題と自分の得意なことの掛け算っていうのは言ってるんですけど、子供の場合はね、もっと簡単にどうしても解決したいこととか、どうしても成し遂げたいことであったり、いわゆる今やってることのその先にある目的が、まあミッションに当たりますよね。今この漢字ドリルをやってる、この先には、この先には来月の漢字検定テストがあり、それを合格したら自分が好きな本が読めるようになるってミッションがあったりね。今やっている漢字ドリルをやるぞっていうだけではなくて、その先にある漢字検定ドリルのためにとか、その漢字検定ドリルを合格したら好きな本が読めるようになるとかね、そういう今やってることの先の先の先をイメージする、この先をイメージして今やるべきことに取り組めば、この漢字テストめんどくさいなと思うことでも、楽しいことに変わるんですよ。やらなければならないことがやりたいことに変わるんですね。だから長続きするんですよ。途中で諦めない。5つ目、結果を気にしない。これ大事ですね。先ほどもお伝えしたように、結果っていうのは自分ではコントロールできないんです。で、結果を出すためには結果を忘れないといけないんですよ。自分にはコントロールできることに集中するためには、コントロールできないことに意識とか力とか時間を注いでたら、本来やるべきこれにね、これに集中できないわけで、自分にはどうしようもできない結果にフォーカスするんではなくて、今やるべきここにフォーカスする。これが大事なんですね。で、これがやり抜く子はこれができてるんですよ。絶対勝たなあかん。相手が〇〇やったらどうしよう。天気が雨やったらどうしようとかね。自分にどうしようもないじゃないですか。天気もそうやし、審判のジャッジもね、ミスジャッジやったとしても、それに腹立てててもしゃあないじゃないですか。次何をやるのかってプレーに集中しないとダメじゃないですか。そういうことなんですよ。だからやり抜く子っていうのは、もう一生懸命全力で夢中になってやるけど、結果のことは気にしない。今この やるべきこの一点にフォーカスしてる。そのにフォーカスするんだけど、その先にある未来もちゃんとイメージしてるってことなんですよ。このややこしいですよね。はい。今やるべきことにフォーカスしつつ、それをやった先にはこんないいことがあるっていうことをちゃんとイメージしながら、今やるべきことにフォーカス、そして集中する、夢中になるということ、これがすごい大事ですよね、ということです。はい。ということで、今日はやり抜く子に共通する5つの共通点を解説してきました。いつもご機嫌。2つ目、自己決定する、自分で決める。で、3つ目は努力ではなくて夢中になる。そして4つ目は、今やるべきことのその先の先をイメージするということ。そして5つ目は、結果を気にしない。自分がコントロールするべきことにフォーカスするということ。はい。で、このチャンネルではね、このようなやり抜く子が持ってる習慣、それをどうやって親として子供と関わったらいいのかと。いう具体的な声かけの方法であったり、関わり方を解説しております。もし、皆さんがやり抜く子を育てたいっていうふうに考えているのであれば、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら、最新動画を見逃さないのでよろしくお願いします。あと今日の動画、少しでも勉強になった、ためになった、参考になった、そしておかち頑張れマックス、今日も良かったねと思われた方は、いいねボタン、そして高評価ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。励みになります。こんな感じでね、平
日はね、この縦型で毎日配信してます。それはね、僕もこう台本作らず一発勝負でやってるので、まあ、今日は実際3回ぐらいやり直したけど、はい。まあ、こんな感じで緩くやってるので、ラジオ感覚で聞いていただいたら嬉しいです。週1、2本、ちょっとね、本気で作った、子育て情報も配信してますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。はい、ということで、ジ・エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとう。バイバーイ。